こんにちは、CRDです。今日はですね、スニーカーの発売情報としてお話をしたいと思います。でもうね、明日の発売のスニーカーの話なんで、今日はねちゃちゃっとお話をしたいなというところなんですけれども、今日紹介するスニーカーというのがこちらなんですけれども、明日2月22日発売、 CP カンパニーアシックスゲルクオンタム368ですね。これが2色発売になるということで、一つはライトグレーとブラックのバイカラーみたいな感じのカラーリングですね。そしてもう一つは鮮やかなイエローのワントーンのモデルですね。この2つが明日2月22日の朝10時から発売になるということで、価格は3万3000円税込みということですね。もう本当にね、最近乗りに乗ってるアシックスですけれども、今回は CP カンパニーとのコラボということでね、しかもゲルクオンタム360ということで、最近アシックスから新作がよくリリースされるモデルなんですけれども、今回はですね、この意外なコラボについてね、詳しくお話をしたいと思うんですね。というのが、この CP カンパニーもですね、アシックスも両方ともものすごい今旬なブランドだなというふうに僕は思っていて、この CP カンパニーはイタリアで50年以上の歴史を持つ老舗ブランドなんですけれども、服好きの皆さんの間では通ってる名前かと思うんですが、結構最近ね来てて、そして日本の同じく老舗のスニーカーシューズメーカーのですね、アシックスがコラボしたということで、アシックスも今スニーカー界ではかなりノリに乗ってますので、この2つのブランドがコラボしたということには、すごく僕は意味を感じるなと思うところですね。でそんな2つのブランドがですね、コラボしたスニーカーがかなり面白いです。それはこの CP カンパニーというブランドを知ること、そして今回のコラボベースになっているアシックスのゲルクオンタム368、この2つをよく知ることによってですね、面白さが見えてくるところかと思います。ということで今回はね、発売前日特集ってことで、この CP カンパニーとアシックスのコラボスニーカーについてですね、詳しくお話をしていきたいと思います。おそらく僕はこれかなり人気が出ると思います。だから明日ね、買おうと思って普通に買えるっていうモデルじゃなさそうな気もするんですが、もしね購入検討してらっしゃる方はですね、この動画を参考にしていただければと思います。ということでよろしくお願いします。はい、それではここからね、今回の CP カンパニーアシックスゲルクオンタム368についてお話をしていきたいと思います。で先にお話した通り、この CP カンパニーというブランド自体がですね、どんなブランドなのかということを知ることによって、今回のコラボが面白いと感じれると思います。なのでまずはね、 CP カンパニーについてお話をしていきたいと思います。 CP カンパニーはイタリアのファッションブランドで、1971年にデザイナーのマッシモ・オスティによって設立されました。テクニカルな素材や革新的なデザインで知られているブランドですが、ブランドが設立されてから間もなくすぐに注目されたブランドでもあるんですね。その理由はガーメントダイという特殊な染色方法で色付けられた独特の雰囲気を持つアイテムにありました。このガーメントダイは事前に染色を施した布地を使用して衣類を仕立てるような従来の方法とは正反対の方法を取られていて、まだ未染色の布地を使用して完全に服を仕立てた後の最終段階として染色が行われるんですね。この方法を取ることで、事前に染色が行われた布地では得られない色の深み、そして鮮やかさを生み出すとともに、素材そのものの特徴を引き立たせるとも言われているんですね。例えばジッパーやポケット、ステッチのある部分など若干のムラのように見えるところが出るんですが、その濃淡が雰囲気を生み出すということですね。タイダイ染めとか服の後染めをやった方はね、わかるかと思うんですが、こういった素材や形に影響された染め方っていうのは一点物のような雰囲気に仕上がることがあるんですね。そんなガーメントダイの技法はそれ以前から長い間存在していたんですが、様々な布地、繊維、それらをたくさん使用された、もうすでに出来上がっているウェアに対して用いたのはマッシモ・オスティたち CP カンパニーが初めてだというふうに言われてるんですね。なので当時初めてガーメントダイの技法を目にした人にとっては、まるで錬金術のように思える手法だったと言われています。そして CP カンパニーの製品はアーバンスポーツウェアというふうにも呼ばれていて、特にアウターやアクセサリーなどに付けられたゴーグル、そしてレンズ、こういった一見装飾的な意味があるのかなと思うものなんですけれども、実際にこれは実用的に使われるもので、防風防雨そして防塵機能があるというふうに言われてるんですね。そしてこの CP カンパニーの服、いろいろ見ていくとですね、どこか同じイタリアのあのブランドを思い出さないですかね。それがですね、ストーンアイランドですね。実はこのストーンアイランドもですね、1974年に CP カンパニーの創設者マッシモ・オスティによって設立されたんですね。だから同じような雰囲気を持っているってことなんですけれども、このストーンアイランドも同じく高機能素材を使ったハイテクノロジーウェアが特徴ですが、ブランドの設立のきっかけとなったのはテラステラという名前の軍用車のホロに使われる素材
から着想を得たストーンアイランド独自のファブリックだと言われています。この素材は丈夫でありながらその質感、手触りなどストーンアイランドの様々なアイテムに用いられていて、ブランドの象徴でもあります。今ではシュプリームとのコラボなどストーンアイランドの方が知られているブランドにはなってますが、逆に知られすぎた面もあってブランドの特色、そして歴史などよりもネームバリューで買う層も増えていることから、現在よりコアな存在である全身ブランドの CP カンパニーへの注目度が上がっているというところですね。そして CP カンパニーは今年2024年2月9日金曜日に東京渋谷の明治通り沿いに日本初の旗艦店をオープンしたんですね。そのようにしてブランド創立から53年目の今年、日本でもこの CP カンパニーの流行の兆しが見えてくるというところですね。そしてその CP カンパニーと日本が誇るアシックスとのですねコラボが出ますよということで、今回発売されるのがこちらということで、 CP カンパニーアシックスゲルクォンタム368ですね。今回この2色ということでね、カラーネームはセメントグレーとイエローなんですけれども、両方とも今までのアシックスにあったようでなかったようなですね特徴のあるカラーウェイとなってますね。現在アシックスは最近のスニーカートレンドである Y2K 乱収の分野ですごくね世界中で高評価を受けていて、以前ではなかったことですがアシックスのショップの店頭にたくさんの行列ができたりとかですね、完売になった商品がプレネで高く取引されるっていうことも普通になってきてるんですよね。まあもちろんそういったモデルばかりではないですが、今ねアシックスとのコラボを希望するブランドっていうのは世界中にあって、おそらく今年スニーカー界で躍進していくブランドの筆頭に挙げられるかなと思います。そんなアシックスとのコラボベースに選ばれたのがこちらゲルクォンタム368ですね。このモデルについて詳しく解説をすると、このモデルは自然のフォルムと運動構造からインスピレーションを得ているというふうに言われていて、アッパーの構造は自然界に見られる人間工学に基づいた形状を模した 5D プリントによるディティールで再現されているということで、合わせて先進的なトラスティックテクノロジーと外部バックカウンターがより優れた安定性とダイナミックな外観を生み出す役目を果たしていますということで、このトラスティックっていうのはソールの中足部を強化することでシューズのねじれを抑制し安定した動作をサポートするものということですね。そしてミッドソールはディビジョンスペーステクノロジーでより高いクッション性と軽量化を実現されているということですね。ディビジョンスペーステクノロジーっていうのはこのミッドソールを見ていただくとですね、一つ一つなんか小部屋に分かれているような形状になってますね。これがディビジョンスペースということですね。そしてミッドソールにはですね FF ブラストエコというサトウキビから抽出したバイオマスを約 24% 配合している環境配慮素材が使用されていて、その上に高い反発性、そして足元の快適さをサポートしているということですね。一応カテゴリーとしてはスポーツスタイルシューズということで、本格的なランニングだとかマラソンとかそういったものに使えるというよりはですね、日々のランニングやウォーキングなどに適しているモデルということですね。これがコラボベースということなんですが、今回のコラボのモデルはですね、きっちりと CP カンパニーの熱い要素も含まれてるんですね。それどういうことかというと、今回のコラボでは CP カンパニーが2000年代に展開していたメトロポリスシリーズを落とし込んでいるものになるんですね。このメトロポリスシリーズは都市生活に順応した仕様デザインになっていて、一説ではシリーズが開始した2000年代に世界中でテロ事件が相次いでいたことから、粉塵対策のフェイスマスク、そして大きな多機能ポケットがいくつもついているなど、非常事態にも対応できるように設計されたものと言われているんですね。まさにアーバンスポーツウェアとも呼ばれるこの CP カンパニーを本当にね体現しているようなシリーズだと思いますけども、このシリーズはですね一旦終了したんですが、実は2021年に復活してですね、今回はそのメトロポリスシリーズがこのスニーカーに落とし込まれているということなんですね。ディティールを見ていくとですね、まずアッパーのところですが、セメントグレーの方に関してはまるで立体的な感じのですね 3D 図面みたいな感じで、このメキシコライン、タイガーストライプとも言われますけども、このラインが入ってますね。そしてアンダーレイの部分は少し細かいメッシュになってますね。で、基本的におそらく熱圧着であるとか何かしらステッチを使わないような技法でですね、アッパーの素材が組み上げられているように思いますね。つま先の方には CP カンパニーのロゴが入ってます。このロゴに合わせて周りの模様も形成されているのがコラボっぽいなって感じはしますね。そして後ろから見た図ですが、こちら左にはゲルクォンタム360、右には CP カンパニーという風に印字されてますね。インソールにも右左それぞれにブランドネームが入っています。で、これカラーブロックがねかなり大胆ですよね。セメントグレーの方に関してはね、下の方が黒くて上がグレーって感じで、めちゃくちゃ上品なバイカラーに仕上がってるなと思いますね。一色ですることもねできたと思うんですけども、やっぱりこの黒が入ることですごい引き締まるんで、クールな印象がすごく感じられるなと思います。そしてイエローの方ですね。イエローの方も言わずもがなですが、すごい鮮やかなイエローなんですね。アウトソールやタンのところのアシックスのタグ、そしてヒールストラップの文字がグレーになっていて、一見イエロー一色なのかなと思いきやですね、ほぼイエローワントーンなんですけども、ところどころに落ち着いたグレーが入ってますね。こういった2つのね対極のカラーなんですけれども、両方とも上品さを感じる部分があるなと思いますね。それはおそらくロゴをねすごく主張してるわけでも
もなく、カラーリングが派手なイエローはありますけれども、パーツパーツを見てみると目立つパーツがあまりないようなですね、シンプルな仕上がりになってるんですね。なので普段の服装の足元にですね、ちょっとした差し色を入れるって感じでも履けるのかなというふうに思います。といった今週注目のスニーカーの一つがこれかなというふうに思いますね。 CP カンパニーはヨーロッパ圏のサッカーファンの中でもめっちゃ人気があるんですよ。ちょっとお金持ちの熱狂的なサッカーファンがですね、イタリアにサッカーの試合を見に行った時にお土産で CP カンパニーを買っていくそうなんですね。そしてイギリス・ロンドンのギャングロードマンって呼ばれてるんですけども、そのロードマンたちがよく着るブランドの一つでもね、この CP カンパニーが挙げられたりしてるんで、割とね最近はねそういったところからストリート受けがめちゃくちゃいいというね、そのブランドにもなってきてるということですね。そのロンドンのブランドであるスケートブランドのパレスともね CP カンパニーにコラボしてましたけれども、これもすごくね好評で、デザインも本当かっこよかったですね。だからもしかしたら今後ねこういったストリートブランドとのコラボもね CP カンパニーからどんどん出てくる可能性はあるので注目といったところですね。でそのコラボモデルが明日発売になるということですが、アシックスの方ではね朝10時から店頭でも発売されますし、オンラインでも発売されます。それ以外の小売店でも明日発売のところあったりするみたいなんで、もしこれを手に入れたいなと思っている方はぜひねチェックしていただければと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、この CP カンパニーとアシックスのコラボスニーカーということで、ゲルクオンタム 360T8 についてお話をさせていただきました。もうね、今週は注目スニーカーたくさん出るんで追い切れない方も多いと思いますけれども、特にね、この週末にかけてのリリースがねすごい気になってる方多いんじゃないかなと思います。またそういったものについてもですね、全部は難しいかもしれませんが、ちょくちょく取り上げていこうと思いますんで、また見ていただければと思います。皆さんいかがですかね、今回のこのコラボモデルに関して。もちろんね、昔から複好きで CP カンパニー好きな人もいてると思いますし、アシックスのスニーカー他もね、いろんなかっこいいモデルがたくさん出てますよね。そういったもともと好きな方もですね、そして新しいファンもね、おそらく今回のこのモデルでできるんじゃないかなと思いますんで、この2つのブランドのファンの架け橋になるようなものになるんじゃないかなと思います。このモデルに関しての皆さんの感想もね聞かせていただければと思いますんで、またよかったらコメント欄に参加して聞かせてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。風が通り抜けるアウトサイドインサイド素足みたいな感覚フリーダム1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカー混んでも吐くサンダル I'm good スーツで決めるサンダル I'm good